はい、今回はね、転売の話をしましょうかね。まあ、転売といっても、仕入れをしなくていい転売、仕入れに資金を使わなくていい転売の話です。まあ、これは結構有名なんですけども、入門編としてですね、なかなかね、こういう現状があるんではないかなと思うんですよ。サラリーマンをしていたりとか、派遣社員をしているとですね、給料はすべて生活費に使われ、それからね、お小遣いっていうのがなかなかないと。コンビニのスイーツを買うのも躊躇してしまうような懐事情ということがね、よくあるわけなんですよね。まあ、だからといって副業しようと思っても、アルバイトできるほどの時間とか体力もないですしね。それから、巷でよく言われる転売をして、仕入れをするお金がないという問題もありますね。で、薄利多売で儲けようとしても、なかなかその時間もないし、取り組むのが気遅れするなという方がいると思います。で、今回はですね、よく売れる2つの方法、しかもね、無料で手に入れることができるもの、こういったものをね、皆さんにご紹介しようと思います。一つ目がですね、こういうものを使うんですね。ホットペッパーグルメってありますよね。今、中央に芸能人の顔が見えてきてます。こちらもそうですよね。私は芸能人の方は誰も知りませんので、これ誰かわかりませんけどもね。多分芸能人の方なんでしょう。モデルさんかもしれませんけども。ホットペッパーの表紙、いますよね。駅とかコンビニとか喫茶店とか美容室、書店などに置いてあるご自由にお持ち帰りくださいという薄っぺらいブロシュア、冊子がありますよね。実はこちらが売れるんですよ。こんなものが売れるの?というふうにね、思う方もいるかもしれませんけども、これね、手に入らない方って結構いるんですよ。当然私の街でも手に入りません。で、地方の人っていうのは手に入らないんで、インターネットで入手するみたいなんですよね。特にね、表紙が人気モデルとか俳優とか女優さんだとバカ売れするらしいんですよ。これ仕入れただじゃないですか。で、意外なところで家電のカタログも家電マニアに人気なんですよね。だから家電量販店に行ってカタログもらってきて、そのカタログを、まあ、出品するみたいなこともできます。で、ホテルのパンフレットとかも実はね、人気なんですよ。で、私が昔よくやってたのは、車のショールームですね。トヨタとか日産に行って、まあ、新車のカタログとか旧車のカタログもらってきますよね。それがね、だいたい1冊1000円ぐらいで、当時はヤフオクで売れてたわけですよね。だから10冊あったら、まあ、1万円みたいな感じです。こういうのはね、わざわざフリーペーパーを取りに行くというよりも、目に留まったフリーペーパーをささささっとまとめて持ってくるみたいな感じがいいみたいですよね。で、販売価格ってのは、まあ、高くて1000円ぐらいだと思った方がいいですし、安くてもまあ300円前後かなというところですよね。まあ、送料とかなんとか込みでも、まあ、1冊100円とか200円の利益が取れれば、1週間でね、こう、何冊売れるかなっていう勝負になってきますけども、まあ、仕入れはかからないし、リスクもないですよね。売れないなと思ったら捨ててしまえばいいんで。まあ、そういうことなんでね、結構ね、これがね、転売スタートをする方には有効ですよね。で、二つ目の方法ですけども、これも無料で手に入るものなんですが、無料サンプルっていうのは皆さんご存知ですよね。ドラッグストアとかインターネットでもらえる無料サンプルですよね。自己アフィリエイトセルフバックでもらったものを売るっていうのは、まあ禁じられてますんで、そちらの方はね、あんまりしてほしくないんですけども、やってる方も いるようです。で、当たり前なんですけども、無名の会社のサンプルよりも、知名度のある会社のサンプルの方がコンスタントに売れていくんですよ。まあサンプルは小さいので、多くの方はね、旅行用として購入されるみたいです。例えばね、ドモホヌンリンクルってあるんですけども、これ化粧品立派なのがいっぱいありますよね。これもらえるんですよね。これすぐに売れるんですよ、この無料サンプル。ドモホヌンリンクルとかマンダ酵素とかヤズヤとかサントリーのサプリメントなんていうのは平均して700円とか、いい時には2000円ぐらいで売れますんで、送料と販売手数料差し引いてもだいたい500円からね、1500円ぐらいの利益になります。で、サンプルファンというサイトでまとめて仕入れるっていうのもいいと思います。50点売れば2万とかね、10万とかになるって計算ですね。サンプルファンっていうサイトですよ。ご存知ですかね。だから稼ぎたいなと思う人はこういうふうなサイトを知っておくっていうのがまず大事になってきますよね。他にもですね、街頭で配られている新商品のサンプルなんかは遠慮せずどんどんもらってください。遠慮してね、受け取らない人いるんですけども、あれお金を受け取ってないのと一緒ですからね。自分にとっては不要でも必要と思う人はいるんですよ。特にサンプルっていうのは多くの人に手渡すためにものすごいコストがかかるんで、それをあなたが手伝ってあげるっていう形ですよね。ただしですね、大きな商品っていうのは送料がかかってしまうので、基本的には A4 サイズ以下で 2.5 センチ未満のものにした方がいいのかなと思います。まあ、この辺は何とかやっていくうちにコストもつかめてくるんで、売れ筋商品も見えてくると思います。まあ、薄利多売なんですけども、もうどこまで行っても無料ですから、
無料で仕入れることができて、何かのついでに仕入れができて、そして売れないなと思ったら捨てることも躊躇なくできると。そして月間で数万円は余剰資金が作れるんで、私は美味しい商売だと思いますよね。で、逆にですね、これすらできない人はもうね、自分で稼ぐことは、まあ諦めた方がいいんじゃないかなと思ってます。以上です。